どうも皆さんこんにちは、翔吾です。今回は日本ランク大会の埼玉選手権の、2回戦になります。で、対戦相手の方はちょっと、僕知らない方でデータがないんですけども、とりあえず誰が相手でもやることは決まってるので、いつも通り、やっていきたいなと思います。テニスの調子はどちらかというといい方だと思います。懸念点は僕ここのオムニコートがすごく苦手意識があるので、なんかそこで変に縮小するよりもちゃんと苦手だからうまくできないっていう風に気持ちが流れちゃうと、まあ言い訳にもなっちゃうし、プレーの妨げにもなっちゃうので、そこはしっかりこううまくできないことも、認めた上でどうテニスをしていくかっていうのを考えていきたいなと思います。
ありがとうございました。結果勝つことが、できました。反省点はこうしつこくやってくるタイプで、わざと僕を乗らせないために緩急使ってきたりとか、そういうことで、ミスを自分がやらかしたっていうよりかは相手にミスさせられたことが、結構多かったので、そこはやっぱり相手のボールに合わせてきちんと構え方とかタイミングの取り方を変えて適応できるように今後練習が必要かなと思います。ここのオムニコートは僕の知る限りでは一番速いオムニコートなので、ネットに、無理に行ってしまうとやり取りが早くてなかなか前に行く時間がないので、基本チャンスを作ったらそのままボレーよりかはチャンス作ったら一歩前に入って待って、それを早いタイミングでボレーに行くっていうのを考えていたんですけども、ネット行く前に結構
スパッと決めたりとか、相手のミスを誘ってポイント取れたのが良かったかなと。で、特にですね、最近早いタイミングでボールを捉えて攻撃していくようにはしてるんですけども、こう無謀にやっぱりネットに出過ぎだっていう指摘もいただいて、ちゃんと出ろって言われることが多くてですね、教えてもらってる方に。なので、組み立てるけどテンポは速く、相手よりも主導権を握るっていう難しい注文をいただいてるんですけど、でもそれができたらかなりいいところに行けると、信じておりますし、それぐらいの感触を今手に入れることができているので、引き続き練習、頑張っていきたいと思いますので、いつも見ていただいていると思うんですけども、引き続き応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。